スドルフの戦いは1745年12月15日に行われたオーストリア継承戦争における開戦である。プロイセン軍とオーストリア対抗国軍とザクセン軍の連合軍が戦い、プロイセン軍が勝利した。1745年冬、ザクセンはオーストリアと結んでプロイセンへの攻撃を計画し、オーストリア軍の応援を得て、 フリードリヒアウグストフォンルトフスキーの軍勢をプロイセンへ入れようとしていた。ところが11月末にヘンネルスドルフの戦いでラウジッツの友軍が撃破されたとの知らせが入り、プロイセンを攻撃するどころではなくなった。アンハルトデスサウコー、レオポルト一世率いるプロイセン軍はマクデブルクから南下を開始、慌てて後退する連合軍の後衛を駆逐しながら前進して、 ライプツヒを占領した。精神してくるフリードリヒ大王の軍と連絡をつけるためにエルベ川渡加点を抑える必要があり、息子のディートリヒにライプツヒを任せるとデッサウ公は一旦東北に向かってトルガウを占領した。しかしトルガウはプロイセン軍の目標であるザクセンの首都ドレスデンから、 離れすぎていて、より近いと加点を得るためエルベ川沿いに、南進し次には、マイセンの占領が求められた。12月12日夜、デッサウコウは守備隊を追い散らして、マイセンを占領した。大王が、デッサウコウに、即時のドレス伝進撃と決戦を求めていたのに、対して、老公は、補給を安泰にして慎重に進軍することを好んだ。しかし、 ラウジッツから米面に退いたカール・アレクサンダー・フォン・ロートリンゲンのオーストリア軍がエルベサガンを下ってドレスデンへ向かいつつありカール軍がドレスデンで合流する前にルトフスキー軍を撃破する必要があった大王から度重なる催促を受けたデッサウ公はドレスデン目指して設中を更新しその途上でドレスデンへの道を塞ぐ連合軍を発見した ケッセルスドルフの戦い連合軍はエルベ川へ注ぐ小さな谷川に沿ってその南側に布陣し西から中央にかけてザクセン軍が東のエルベ川との合流地点をオーストリア軍が守った連合軍は北に向かって崖となっている丘の上に方を配置して地形の利を得ていたデッサウ港は敵右翼のオーストリア軍はほとんど放置して ザクセン軍を撃滅することを目指した。実際にも、オーストリア軍の大半は、戦闘に参加しなかった。デッサン公は、古いタイプの将軍で、戦闘の前には祈りを欠かさなかった。伝えられるところによればこの時も、以下のように祈ったという。主よ、私の戦歴に汚点を残すことのないよう、私に今日こそ慈悲を、お与えください。 もし私への慈悲を、お望みでない時は、敵を助けることなく、ただ戦いの成り行きを見守っていてください。午後2時、中央のプロイセン軍は、小川とその周りの凍りついた湿地を越えて、ザクセン軍陣地に攻撃をかけた。高所からの砲撃と銃撃によって、地形によって、攻撃を妨げられる。プロイセン軍は大損害を受けた。二度目の攻撃も頓挫して、 プロイセン軍正面が後退すると、ザクセン軍の一部は、勝利を確信して、陣地を出て追撃しようとした。しかしその頃、ザクセン軍左翼では、プロイセン軍騎兵部隊によって、ザクセンの騎兵部隊が追い立てられ、プロイセン右翼の不評がケッセルスドルフ村を占領して、ザクセン軍左翼を攻撃し、さらには、ザクセン軍中央を、背後から包囲しようとしていた。ザクセン軍は、 浮き足立ち、デッサウコウは後期を逃さず全軍突撃を命じた。この時陣地を出ていたザクセン軍は、地形のため撤退もできず帰って殲滅されてしまった。デッサウコウは兵士たちに、雪と氷で覆われた崖を登って、ザクセン軍陣地を攻撃することを命じ、崖に殺到する彼らが次々転げ落ちてゆくのも、構わずに、自ら崖を駆け上って、砲兵陣地に突入した。 この時でサウコウは銃弾に服を打ち抜かれたが、怪我はなかった。ザクセン軍は、そう崩れとなって敗走した。ドレスデンにはうろたえた兵士たちが逃げ込んできて、ザクセンの人々に敗戦を印象付けてしまった。ケッセルスドルフの戦い記念日戦いの結果、ザクセン軍は、兵士の半数を失い、戦闘能力を喪失した。12月17日に、プロイセン軍は、 ドレスデンに入場し、翌18日には、大王もドレスデンに入った。ザクセンは戦争継続を断念して単独でも、和平を結ぶ姿勢を示し、オーストリアもついに折れて、シュレージエン活動を承認するドレスデン条約が結ばれた。オーストリア方につく予定だった。ロシアもこういう状況のため参戦の話はなかった、ことになった。これによって、第二次、 シュレージエン戦争は終結となり、プロイセンはヨーロッパ主要国の中でいち早く平和を得ることになるが、オーストリアにはまだイタリア、ネーデルラント戦線が残されていた。ありがとうございます。